はい、一月まさしみです。ちょっと今日は珍しいパターンであまりにもムカついたんで、さんさんともうこれふざけんなっていう話をしたいと思います。短い動画です。エネルギー価格高騰、岸田首相、国民にも協力をお願いしたい。は何言ってんのこいつ。あれ協力してんの何協力しちゃえの、要するに貧乏になるけど許してって。ただそれだけです。エネルギー、価格、ロシア制裁の影響でエネルギー価格が高騰する可能性について。ね。平和秩序を守る戦いの正念場です。国民の皆さんにも可能性じゃないよ。上がるよ。上がるっつうの。東京電力はじめ全みんな言ってるじゃん、はい、もう発表してるじゃん。はい。何言ってんこいつ。LPO 電気も営業終了したじゃん。もうだって高くなりすぎて無理で。こいつなんだ本当。でもほんまに超絶イラッとするのが、うん、ほんまにでもこいつらラッキーやねん。本当にだから今お願いしますって言われて、うん、みんなああそうなんだ上がるんだとかって、うん、みんな言ってるでしょ、うん、でもほんまに体感的に感じるのは、うん、7月とかエアコンつけ始めて、うん、その請求書がすぐ8月くらいからやねん、うん、その時には選挙終わってんねん、うん、もうこいつらどんだけ運がええのかと思うよね。いやほんとそうよ。ちなみにね、世界の平和のためにうんぬんかんぬんとか正義を示すためにうんぬんかんぬんみたいなことを言うてるわけでしょ。平和の秩序を守るための正念場でありますっていうふうに言ってるんやけど、はい、じゃあちょっとブルームバーグのニュースを送りました、はい、これ、撤退しません日本は。要するにロシアからはガスを買い続けますロシアからはガスを買い続けますってこう言うてんねん。で、東京ガスの社長とかもね、いやそらサハリン2からのガスは買いますわガハハハってこう言うてんの。でもね東京ガスの社長のインタビューとかにも載ってたけど 8% ですよたった。8%。ね。何が言いたいかっていうと平和の秩序を守るための戦いだっていうふうに言って国民にお願いをするのであればサハリン1、2撤退しろ。でロシアから何も買わないって言ってみせろよ。まあでも岸田さんの選挙区広島ガスはねロシアからの天然ガスの供給が購入量の 50% ですからね。あそれかもうなんだとこのクソったれ本当にマジかマジっすよと。広島ガスだけなんかちょっとあれなんでしょう。ほうこれは広島新聞じゃないかな今送ったのは。あ、本当や。テレビ広島。うん。ほう、これですか。うん。広島ガスさんは、ロシアから、うん。50% 買うたはるんですか。そうなんよ。なんでなんやろね。なんで広島ガスだけなんやろね。だって東京ガス 8% だよ。東京電力も確か 10% とかだよ。それがしかも総理大臣の選挙区ってね。いやいやこれおかしいやろこれ。え国民にもお願いしたいってお前の選挙区を絡めてくる。いや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 これ最悪やな。ちなみに関西電力は 5% やで俺調べたけど今。なんやこれなんで広島ガスなんで 50% やでちょっと何やこれこれ広島ガスロシアそれ結構もう最近報道よく出てますよね。あウォール・ストリート・ジャーナルにこんな記事が載ってる。これちょっと日本語版、なんだけど読めるかな送ったけどロシア産ガス岸田首相の地元にとって大問題。ああこれ読みました。なんやねんお前これ広島岸田こいつ最悪やなお前これ正直に言えよじゃあ岸田うちの地元の広島ガスさんがロシアからのガス 50% 頼ってるんでごめんなさいね国民にもよろしくでゼレンスキーにもそう言えよ。これでも皆さんあれやで、その今お願いしますって言われてるけど、その一番使うのって8月ぐらいじゃないですか、うんうん、今どれぐらい上がってるかって、これ NHK の今ちょっと記事を送ったんですけど、うんうんうん、それ下の方で棒グラフあるでしょ、ね、東京電力管内の使用量平均的な家庭の電気量、うん、2021年5月 6,822 円、で今年の5月 8,505 円、これ7月8月とかエアコンとかつけ出したらすごいよ。1万円とか電気だけじゃないからね。電気ガス、うん、であと食料、うん、もうすべて上がっていくから、ね、うんうん。上がらないのは賃金だけ。国民には平和の秩序のために協力をお願いしたい。うん、とりあえず何しに行くかね。パイでも投げつけに行こうか。でもラッキーやね、自民党って。本当にラッキーだと思う。だってその いろんなものが値上がりしてひいひい言う、まあ4月桜が咲きました、なんかコロナもちょっと終わった感じです、ゴールデンウィーク、ワクワクなんやったっけ、ワクワクツアー、ワクワクイベント終わり、ワクワクイベント終わり、遊びに行きました。でまあ6月雨、ちょっと家の中いようかな、で7月、うん、あもう選挙終わった、あれその後あれ電気代が何個高いの、あれでもう選挙終わってます。終わってる。うん、でなんで3年間選挙ないんでしたっけ次。まあ、次解散しなければ2025年の8月か9月ぐらいまでね。うんうん、岸田政権、ロシアのガスでウハウハ長期政権ですよ。うん、もう岸田のロシアゲートやんけこんなん。もうなんやこれ。広島ガス自民党。当然自民党支持でしょう。はあ、うん、なんつうか。なんつうかね。なんなんやこれは。あこれウォールト・ストリート・ジャーナルだって書いてるけど、うん広島ガスとロシアとの関わりは深く、うん広島ガスは2006年に結んだ契約に基づき2008年から2028年までの間、サハリンから毎年最大21トンの液化天然ガスを輸入することになっている、はあ、広島ガスによると契約は同社が毎年必要とするガスの約半分を占めると。ほう、うんそれで、まあさらに書いてるのが、うん、広島ガスの本社は1990年代から岸田氏が選出されている選挙区にある、うん、2009年から当時の広島ガスの深山秀樹社長、うんその後会長に就任は、うん、毎月24万円を与党自民党広島支部連合会第一選挙区支部に寄付していた。もうすごいわかりやすい。わかりやすすぎるな、おい、これ。なんやこれ。なんやこれ。これで協力してくれやって、清水さん。協力者はね、我慢してくれって言ってなった。あ、国民に協力をお願いして。協力お願いしたいって。あ、広島ガス大変やから。うん、俺に献金してくれる広島ガスさん大変やから。ちょっとごめんなっつって。いや、これか、なんかおかしいと思ったわ。いやだって東京ガスとか 8% で関西電力とか 5% しかない。なんでこんなロシアのガスが書いてこれくすキャンダーだよこれ。もうとりあえずどっかの新聞社もなんかもうウォールスジャーナルに書かれてる場合じゃなくってもうなんかいやほんまやねん。もうでもとりあえず朝日新聞明日の一面これにしろよ。ロシアゲートだろこんなもん。なんかほんまになんかそのもうが俺ら協力することないねん。もう散々協力してんねん。だからなんかここで一発ねなんか洋上風力発電をもう一気にやりますとかね総理大臣が言ったら、うん、よっしゃ岸田さんなんか、うん、あそれがまあ新しい資本主義よう分からへんけどよう分からへんけどなんか本当にじゃあ次に向けてのなんか日本もヨーロッパ並みになんか動き出したみたいな感じになるじゃないですか、うんうんうん、なるうん、もう何なのその我慢してとか、うん、10万円配るとか、うん、俺らこじきちゃうでほんまやろほんまにいやーこれはしかし泣けてくるな。ちょっとショック。泣けてくるし、だから、ウォルト・ストリート・ジャーナルの記事は、私もこれ読んで、これ結構2週間前の記事だった、ね。うん、2週間くらい前、ちょっと俺、はい、見逃してたわ、これ。いや、2週間前だと思うんですけど、うん、だ日本のメディアって、ほんまにただの伝言、まあ、これはあれか、日テレか、テレビ局か、まあ、テレビ局だからしょうがないかもしれないけど、うん、突っ込んで書けような。うん、なんでウォール・ストリート・ジャーナルでこんな知らなあかんの、そのうちら。うんまあ、ちゅうわけで、岸田のロシアゲートということで、もう、いや、もうスキャンダルだよ、こんなの。スキャンダルだよ。で、正直に言えよ、じゃあ、うちの地元の広島ガスさんが、ロシアから 50% ガス買ってるんで、もうウクライナの血にまみれた、ガス買わへんとあかんのですわ。でね、それとは関係なく、ちょっといろいろガス代、電気代上がりますんで、国民の皆さん、協力よろしくお願いしますって。それじゃないんだったら、ね、もう広島ガスがいろいろ言ってるけども、ね、ここはもう仕方ないと。その代わり、一気に洋上風力発電に対する活動をしましょうと。ロシアからガスを買ってる場合ではない。なんでそういう人が出てこえへんの？なんでこんだけ海に囲まれてんのにさ、できんじゃん。うん、できるよ。で、日本海側にさ、風力発電いっぱいブワーッ立ててさ、ドローンブ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 ン飛ばしてたら、中国とかロシアとか北朝鮮に対する牽制にもなるよ。それイージス艦浮かべとこぐらいやったらね。イージス艦なんか8隻とか10隻しかないんやから、原発60隻60個もあるのに守れへんよ。でしかも岸田さん広島出身やろ。ザポリージア原発を見て、核というのは本当に怖いと思いましたと。日本の原発を廃止していって安全保障に抵抗するためにも洋上風力発電を進めていきますとかさ、そういうなんかこうなんかロシアゲートみたいなの残しといて、円を安くしといて、ごめん協力してやったことあるけどなって。岸田クズやな。もう最悪で、なんかちょっと出てこいへんの、田中角栄みたいなパシッとした人がもうよっしゃよっしゃみたいなイメージだけどいやだからもうなんかその結局こういう人、岸田さんみたいな人か、なんか逆に右寄りマッチョな人はなんか隠しアリングみたいな、もうなんか両極端でしょ。だからこれをね、やっぱなんとかするためにはこのサイレントマジョリティ、これ動かすしかないよ。でそのサイレントマジョリティを動かすためにはみんながね、最近私が始めてる小さなねコメント「いいね」、これをね YouTube の中でこう評価広げていって、でみんながこれを見てね、心の中で「けしからん、そうだそうだ」っていうふうに思って言ったら終わりやね。そうじゃなくて全くふざけるなっていうふうに「いいね」とかチャンネル登録をしてくれると、これが YouTube の中で広がっていって岸田さんも無視できなくなるんだよ。これはみんなでちゃんと広げていく問題なんだよ。だからもうそういうふうにしていかないとこれ危険だよ。で皆さんもう3ヶ月切ってますからね、選挙もう2ヶ月半、それ終わったら解散せんことにはもう3年間、ハネムーンが来ますから、 G 政権の G 政権のな、こいつしかしほんと最悪やね、岸田って。安倍みたいに明らかなる嘘つきでもなく、菅さんみたいに明らかにこいつなんか怖そうっていう感じもなく、国民の声はよく聞いて、しかるべきして、緊張感と危機感を持って対応したいと思います。国民の皆様には平和の秩序のためにご協力をよろしくお願いします。体温がゼロやからね。いや、ほんとこいつ最悪や。いや、これもう安倍とか菅以下。ちなみに、いや不公明で今一番いいねがついてるのが、何もしないで国民に協力をお願いなんてあまりにも勝手ですね。自国がいろいろ値上げ等で苦しんでいるにかかわらず、他国に支援金や拠出金を出して税に別に使ってる場合ではない。一応先進国なので他国へ支援協力するのは分かるが、でもそれは今ではない。まずは国内に目を向け経済対策をでからだと思う。てか自分たちの権限や内政機材で国民に負担を強いるお願いをする。国民の負担をお願いする前にやれることをやってない、それは筋じゃない。だからこれ書いた人が総理大臣した。もうほら、やっこめトップのやつが総理大臣やったかまだまちやわ、お前。いや、まだまち、ほんまにそう思う。うんまあ、ちゅうわけでね、ちょっと今日は珍しく短い、さっき2本撮ったんだけど、ね、うん、ちょっとあまりにもこの話題が腹が立ちすぎたんで、まあ、なめとんかいっていう話を、ね、したら、もう、岸田のロシアゲートだよ、これちょっとみんな広げて、みんな思い出して、このアベノマスクよりもひどい男、それが岸田文雄だよ。もう安倍菅以下だよ。でどうかチャンネル登録といいねとコメントでなんとか広げてくれよ。そうじゃなかったらこの最悪な状態で選挙突入で3年間好き放題されますせ、うん、絶望を救いましょうよ。どうか皆さんの力お願いしますね。そんなわけでチャンネル登録といいねよろしく。じゃあねー、さださん。あ、ちなみに、今日の動画で初めて見た人向けに説明しておくと、いきなり。さださん、あったね。ちくまのさ、うちの人たち、ちくまから4本出してるから、安富さんも、ちくまにさんも、さださん、ルポ技能実習生ね、外国人労働者問題とか、まあ、あとね、朝日新聞とかでも記者をやっていたことがあるんだけども、今はジャーナリスト、高卒新聞の編集長をされています。まあ、そんなわけでね、澤田さんのね応援もぜひしてね、チャンネル登録といいねコメントよろしく。もう岸田のロシアゲートもほんとこいつ最悪、アベノマスク以下の男、じゃあねー。